はい、皆さんこんばんは、八谷太郎です。ここで5分間の休憩に入ります。
5分経ったかな。いや。ね、開始の時間をなんかふんわりで見てたから、時計を一応目の前に置いてるんだけど、なんか途中から俺何分から始めたっけなみたいになって。でも僕もう5分経ったよね。5分経ったよね。経ったよね。あ、オッケーオッケーオッケー。はい。はい。以上、5分、休憩してみるっていう。5分間、一緒に休憩してみるっていうやつ。うん、でもあれだね、ちょっと動いちゃったりとかしたね。あれだね、なんかさ、完全にこうさ、無でやった方が面白かったかな。うん。いや、したら、どうしようかな。ちょっともう一回やっていい？動かないってやつ。なんかもう、これでこう、無で。そしたら、今ね、こっちの時刻で15時59分23秒、24秒、25秒なの。そう。だから、16時ぴったりから始めよう。5分間。一緒に。休憩しよう。一緒に休憩しよう。うん。何にもしない。うん。無で休憩しよう。はい。お願いしますね。はい。一緒に、休憩チャレンジしましょう。はい。チャレンジって言うんだけど。はい。あと8秒。7、6、5秒前、4、3、2、
終わりでーす。疲れたみんなもね、休憩終わった後は、ほら、足動かしたりとか、ちょっと腕回したりとかね。エコノミー症候群みたいになっちゃうから、はい。動かしてください。はい。休憩の後は、しっかり休憩してください。はい。動かないって大変だね。うん。昔俺さ、ドアマンやってたことがあるんだけど、そう。仕事でね。うん。あれでもね、やっぱ大変だと思う。うん。8時間ぐらい。まあ休憩はもちろん間にあるけど、そう。だから大体3時間、4時間ぐらいはもうずっと、この姿勢立ったままさ、こう、スッと。で、しかもさ、ほら、高級ブランド店だったからお客さんがあんま来ない。うん。で、お客さんあんま来ないから動けないんでね。お客さんが来たらドアを開けるっていう。だから全然来ねえからもうずっとこう。はい。という思いで、はい。今日は以上になります。はい。見てくれてありがとうございます。じゃあねー。またねー。